日、お疲れさん、どうもしくです、藤井です、ジョンです、セアムです、ソドル。今日の企画は嫉妬する瞬間20。嫉妬する瞬間20。今日も来ましたけれども、はい、どうですか、なんで俺に言ってんの。俺嫉妬せえへん、別に。いつもなんか結構出てるイメージが僕の中で勝手にあったんで。いや、あの、悪いですけど、僕はもう32になりました。そうっすね、もうないんですよ。あと1までだからね。あと、学生時代までなんで、そうっす、置いてきちゃいました、そこ。嫉妬という意味は。そうなんですね。はいはい、今日ゼロ回答なんですね。ゼロ回答です。ゼロね。じゃあ休んどいてもらって。休んどいてもらって。ちょっと頑張ろう。はい、すいません、お願いします。はい、それではやっていきましょう。登録熱っ。はい、おっ、あれ、いきなりっすかで、だいぶ考えたね。編集的にもしかしたら俺が早かったみたいに言います。ゆるくすぐ出てます。書いてました。バーン書いてたんで、行きましょうって言って、行きましょうって言って、相手も入ってます。編集、編集の力早かったな。怖い。いや、これ出すまで5分かかってるんだよ。使ってな、ほんまに。かかってるか。自分よりスペック高そうな人がいるご飯会。いいね。何それ、嫉妬じゃん。あんま真っ直ぐだし。いいね。だから、なんでそんなに行くん。はい。それは顔とかの外見スペックですか。内面スペック。外見は別にどうでもいいかな。なんかその、例えば YouTube だった時に、自分よりもフォロワー数が100万いいし、かつ賢そうとか、人間力も多分俺らでも優れてるなっていうのは、まあ人対象にはやっぱ入ってくるよね。止めるんすか、行くのよ。止めはしないけど、行くにあんので、軽くね、軽くね、ジャブだけかまして。じゃあポインティさんとかの飲み会は絶対ダメなんですか。ポインティとかはいいよな。いやいや、なんでなんすか。そういう目で見てなさそうじゃねえか。もう本当にエンタメ楽しいよねっていう、やっぱり印象やん。例えば竹脇翔さん、ああ、ゴリゴリイケメンのね。イケメンです。フォロワー数多くて、まあ多分人間力もあるでしょ。はいはいはい。そっち路線の回、なんでクスさんのっていう。それ外見じゃないんすか。外見ももちろん込みで、いろんなそれだけ学生までですよね。今はもちろんね、32なんで。だからひねり出してくれたんですよ。でこそね、東の話、昔のやつですよ。例えば彼女がいたとして、今、はい、石ぐらい投げる。いくらあるのそれ。それで帰ってきた時の嫉妬も欲しいな。あー、まあな、何も言わんといてほしい。こういうの嫉妬するって分かってんだったら、何も言わんと言ったらええ。まあ、確かに言わんと行くのはいいですね、逆にね。もうそれはいいんちゃう。で、感想も言わずになかったってなかったことにして、はい。おお、早いっすね。早いっすね。早いっすね。早くない？2時間経ってる。推しという概念。ああ、俺もけど好きじゃないわ別に。でしょ。うん、確かに確かに。意味が分からない。ああ、彼女がその推しというものを崇めているというこの事象がもうおかしい。もう意味わからんな。ポインティ押しでやる前ね。ポインティ押しってなんだ。ポインティさんに失礼よ。なんでよ。俺じゃなんかポインティさん押しはそりゃ可愛くて好きみたいな。聞いてるわけですよね。いやいや、ポインティさん押しですはいいやん。自分の提供してる価値路線にいるものの先に押しはもうダメよ。なるほどね。西野亮廣推しはダメ。確かに確かに、西野さん。まあ、ちょっと嫌だけど、まあありっちゃありやな。まあまあ、でもそもそもなんかもう推しとかうんぬん言ってる時点であんま嫌だけどね。まあ俺も別に好きではない。言葉自体がそんな好きじゃないよ。俺に推しおらんからよく分からんっていうのはある。いや、そうなの。どのぐらいの温度感なのみたいな。そうなの。推しいるんですって言ってる時点でなんか合わなそうやなと思ってもらうかも。へぇー、世界観と推しなんです。合いそうやな。価値観が、エゴいな。価値観が。まあでも推しという言葉でもあんま使わんとほしいかもな。で、僕らはちょうど途中でその言葉が変わってる世代やから余計に長くなるんでしょうね。ああ、確かにね。まあファンやもんね。普通に好きとかファンとか。そうね。好きって言われた方がなんかしっかり嫉妬できるからいい。うん、なるほど。推しって意味が分かんないから対処方法が分からんくなってしまう。俺のまさみも推しんちゅう話だから。そうやな、きっとな。お、今日嫉妬したわ俺。え、今日ね、はい、
まさみが佐藤健さんと映画かな出たやつのインタビューで、ちょっとかっこよすぎて緊張しましたみたいな言って、あーいやいや俺、うん、聞いたことなくて、あ、まさみが言わないっすよ、俺の記憶では竹原だと思ったのよ。はまだ良くても、緊張しますとかまで言われたら呼ばれてもらってるなって思うし、俺ではすんのって思う、うん、リップサービスの域を超えてますよ。確かに、うん、そうそうそう、こう動いちゃってんじゃん、うん、確かに好きを違う表現で言っただけやん。そうやね、そうやね、うん、昨日もあったでしょ、祝賀氏のね、婚活の、あーはい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 、撮影被ってたからね。そうそうそう、俺がね、仮にあれ旦那さん立場として、はいはい、俺男性の立場だったら嫌やな、あんな嫌いなんですよね、そのメンバーを、うん、嫌いなんで、ね、ほんまにすごいやつだったら、ね、そうか、なるけど、うん、それはもう納得しなきゃ、俺がダサいってなるけど、うん、俺が評価できないやつやったらもう、なってまうな、しょうがない。私、評価できっていうかできてないから悪い、結構あるあるある。あとヒカキンさんとかやったら、俺はありがとうございます、この人から言えるんや、そりゃすごいよなって、うん、遠すぎると嫉妬せえへんじゃない。そうやねん、そうやねん、そうやねん。キムタクとかがかっこいいと言うと全然嫉妬せん。せんせんせん、キムタクはせん。結婚してるともでかいわ。あー、わかる、あるあ、そうなのかもね。もしかしてそうなのかも。あ、今だね、なんかそれでかいんですか。なんか、めっちゃちゃんと、なんか嫉妬してるんすか。ちゃんと考えてさっきから何がまだしてないよ、してないっすね。ないっすね。ないよ、置いてきてんのよ。すいません。芸能人より YouTuber の多分嫌やもん。うん、嫌や。俺らも近いやん。近さあるかもね。なんかあるっすよ。ちょっと届きそう感というか。いいっすか。あれ、あ、ぜひぜひぜひ。わけわからんやな。わけわからんやつがおるんですよ、中に。待ち受けを推しにするってやつが。あー、俺もね。あれね、確かに言うかも、俺も。でも待ち受け自分より推しの方が良くないですか。推しのパターンにもよるやん。その例えば、わかんない、あいみょんとかだったら、あ、女の子だ、全然いいよ、女性ね。俺が言ってるのは、ジャニーズとか、あ、そっち系よ。アイドル的な人を待ち受けにする方おるでしょ。エイトは香水の最高でしょ。最高だなんや。え、エイタはなんだよ、エイタは。エイタは、エイタは陰踏んでないじゃないかよ。エイタはイケメン俳優さん、どうすか。エイタさん、うん、あー、まあ、ちょっと遠いからありやな。あ、逆にね、あー、そっかそっか、まあ、結婚してるしな。そうそうね、うん、やめさすんすか、やっぱ。いや、やめさすというか、あの、恋しちゃだけどな。なんか帰ろうと言わない。特に思うのが、はいはい、例えば一回二人で旅行行ったりとかした時にさ、うん、こう、まあ、自分らじゃなくても、うん、その時の景色とか間違いするフェーズがある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 。いつの間にか推しにすり替わってる、めちゃくちゃ思うね。なるほど、一回変えた手前、なるほど、余計に思う、ね、俺との思い出になった期間があったのに、また推しに変わる、こいつが上になったんだっていう、上になった、うん、実際あったんですか、彼女とかで。確かに、何が今まで嫌だった待ち受け。嫌待ち受け。教えてくださいよ。何で言ってんの。はい、はい、付き合ってる人って、うん、友達には話したんやけどって言われた時に、うん、一番じゃないんやっていうのはちょっと悲しいなって。あー、なるほどね。相談相手として。そう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 、それはちょっと嫉妬するなって思います。なるほどな、うん、これ言うん。あ、言うへん。それも心の中で。あ、そう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 。嫉妬出す男っておるのかな。いや、思うで、俺もだからそんなおるんかなっていう。石投げてましたから出てるやん。投げてるやん。おいしい分出てる。あれはそれだって嫉妬って言うんか。いや、やめてくれじゃないもんね。そうそう、やめてくれじゃない。制限をかけてるわけじゃないですよね。ちゃんとそのやめさせるまで行くやつって、あ、おらんかもな。いや、もらえばっかり欲しいなったら、なんかダサいよ。態度に出るぐらいがマックスなんじゃない。ちょっとムスッとというかな。いいっすか。はい。友達とかと一緒に飯食っててめっちゃ食べるねってその男を褒めてたら、俺の方が食うけどなって俺結構嫉妬するんですよ。なんで、俺なんかそのいっぱい食う男かっこいいみたいな変なあれが染み込んでて、俺の中に。だから、え、俺のが食ってないっていう思うっていう。いつも俺今日ちょっと分かってまうな。ちょっと分かる、分かる、めっちゃ食べるねもやし、俺もっと嫌なのはめっちゃいい食べっぷりだね、そうそうそう、おいし、めっちゃ美味しそうに食べるねは、いや、それ俺の禁止とはやからって思う。その自分の同じ路線を歩いてる人間に対して嫉妬してる。そう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 、やっぱり。だからこれが大食いの人とマックス鈴木さんとかやったら大丈夫なのかな。来すぎてたらそれはそうやもんって。
まあけどそれ嫉妬っていうか訂正でもあるもんな、普通の。あ、そうそう、めっちゃ食べるよね、いや、俺の方が食べてるからっていうシンプルな訂正、認識が間違えてるよっていうことを言いたい。で、けどその直接は言わんから、はいはい、その日の夜とかめっちゃ食うってだけなんやけど後日ちょっとここ行こうやみたいな、で、いつもの2倍頼むとかしかできないんやけど、俺は。俺、どこさ、どこさ全部食ってやる。はい、まあ、はい、めっちゃ王道ですけど、はい、他の男と楽しそうに喋ってる。あー、知ってる。そんなんすんの。いや、これ付き合う前とかめっちゃしますね。あー、片思いしてる時とかに。あ、そうやな。まあ、大学生の時とかようあったわ、その新刊のバーベキューとかで、はい、狙って好きな子がおって、はいはい、そいつはめちゃくちゃ他の男と楽しそうに喋ってるみたいな。なるほどね。なんか言うんすよ。いや、もう俺は告るしかできへんの。できるだけすごいかっこええな。かっこええけど一番ハードル高いね。うん、告るのか。告るのか。なら嫌なんとはなるよ。怖いけどな。小ジャブなしで告るしかできへん。怖いけどな。怖いよ。で、下投げてないから。こいつ飛んでこないけど。軽に捕獲しようとしてる。いきなり殴ってる。怖いよ。いいですか。東京で、ちょっとデート行こうかって言った時に、いや私東京であんまデートとかあんま行ったことなくて、うん、って言う子おるじゃないですか。ああ、おるそうですね。あ、じゃあどこどこはって言った時に、うん、デートスポット大体行ってるって。スイッチパー合わなくねそこにイラッとしてるだけですよね。嫉妬じゃない。いやいやいや、まあ、うん、その前提があるからよりなんか、うん、嫉妬じゃないけど、うん、そうやんじゃないですよ。嘘やん。いや、そうですね。先生ですね。え、そういう時に言うんですか。行ってみよう。確かに。行ってみようって言うて。あ、それはね。うん、ってか、それほんまにどういうことなの。友達と行ってるってこと。友達と行ってたりとか、あ、まあ一人で行ったりとか、あ、してるっていう。あと嘘ついてたりとか。まあまあそうでしょ、うん、あんまりデートしてないっていう、ね、そういう感じにしてたり、ね、行ってるやんって、ね、いいっすか、はい、普通に知ってはこの俺にないものを他の人で褒めるっていう。やっぱ背高い人ええなとか。ああ、俺背低いから、あ、何見てんのっていう。俺を選んだんちゃうのっていうとか。 あと何やろうな。いや、分かるよ。黒髪でサラサラな見てなんか、あ、爽やかでいいねとか言ったら、え、何言うてんのって。それはなんで俺の前で言ってんのやろってのは思ってていいけど。あ、確かに。いや、ほんまにさ、ね、意味が分かんない。意味は分かんない。だからそのジョンとか俺とか多分彼女とか奥さんの前で絶対他の人のこと見て可愛いとか言わないでしょ。言わないよ。言わないよね。それが俺らにとっての当たり前だから余計思うね。そこの常識が多分ちゃうっていうことなんだろうね。でもたまになんかその僕の奥さんとかやったら、はい、あの人めっちゃ可愛かったとか言ってるんですよ。男に。あ、じゃあ女性、女性。あ、女性か。同性は別にいいやん。で、それその時なんて言うんですか、こっち側。あ、私綺麗な顔やな、これ。俺側の主観じゃなくて事実を言う。整ってたな、みたいな。可愛いな、私って言わん。あ、言わんねや。なんて言うの。めっちゃ可愛かった。まあまあ、多いよな、そういう男の人も。可愛かったなってあんま言わないかもな。使わないようにしてるかも。あなた、ああいう人好きよね。あえて言わんようにすんで。そうやね。言わんな。まあ、ちょっとその嫉妬かって言うとあれですけど、俺の男ちょっと引くよみたいなやつを出すと、そのジムとかで他の男に声かけられてナンパされるって。俺の女にしゃしゃんなよと。え、それでも嬉しくない？それなんか嬉しい。嬉しくはないな。あ、そう。いや、もうやっぱモテんなってならない。やっぱモテんなとは思いながら、何お前ごときが話しかけてんねんと思うから俺は男に対して。なるほど。っていうのをまあ嫉妬と言ったりしたのかなっていう。ああ、いいっすか。お、気がついた。ナンパされる格好どういうこと。女性ですね。女性に対して僕は思うんですけど、そもそもされんなとね。その格好をしてたらナンパされてもおかしいんないやん。なるほどなるほど。お前が悪いで。ナンパされたのよって言ってきた時に、いや、その格好やったらそれでもおかしないよ。お前が悪いでって思って。それはめっちゃ怒るわ。だから他の男の子とご飯行ってて告られたら嫌みたいなですね。あ、そうそう、好きを出してんちゃうのか。出してんの方が悪いやんって思うから。なるほど。まあ、セクハラされてんとかっていう話を聞いたときに、うん、どういう服装してるかでめっちゃお前がこいつと思うときあると思う。ああ、それはそうかもな。そうでしょ、うん、服装によるやん、うん、もう全然そういう感じじゃなかったら、いや、それ大丈夫ってなるけど、もちろん男が悪いとは言えと思うとかあるっすよね、うん、これも炎上するわけだな、こんなこと言ってたら。
好きな格好をしたいですって言うじゃないですか、うん、する方が悪いけど、ね、でも自分の彼女とかに対してはやっぱ俺は思うって、うんうん、そうね、全然知らん人に対しては何も思わへん、うん、自分の彼女とかに対しては思っちゃう、まあ、っていうか別に好きな格好はしたらいいけど、うん、それでこう紐づいてくる何かはそれは分かるやろっていう話です、そうリスクは増えるよねっていうところ、体のライン出るやつ着てたらセクシーだねってそれは言われるやろうし、うん、言われる可能性は高いし、うん、それで言われて、うん、セクシーだねって言われたら、うん、言われてもその服着てたらそうだろう、うん、別にその好きな服着たらいいっていうそれはまた違う次元の話になってるから、うん、これもう議論になってます、それはいいね、燃えてんね登録ボタンは下方向、はい、はい、ということで、はい、ほとんど出なかったですよね、嫉妬はやっぱ監督以外はね違う振り絞って出してね、ゼロやったんやけど、もう振り絞って 0.1 にしただけの話これも監督にもらって書いて出してますからね、アドバイス、アドバイスしてね、コンサルしてないよ俺、お前シットコンサル、シットコンサル俺してないよ、してないですか、してないよシットコンサル、以前にもね、シット系のテーマで結構出してると思うので、はい、よかったらそちらも合わせて見てみてください、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、今日も動画見てくれてありがとう、インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます、概要欄からフォローよろしく、チャンネル登録もお願いします、ということで今日も一日お疲れ様。